タラワの戦い、タラワの戦いは、第二次世界大戦中の1943年11月21日から11月23日にかけて、ギルバート諸島タラワ干渉、現、キリバス共和国で行われた日本軍守備隊とアメリカ海兵隊との戦闘ある。米軍は、ガルバニック作戦、オペレーションガルバニックの一環として実施した作戦であり、 近代戦史上初の正面からの水陸、両洋教襲作戦と言われている。この戦いで、アメリカ軍は多数の損害を出したため、恐怖のタラは、テリブルタラはもしくは、悲劇のタラは、トラジックタラはと呼ばれた。アリューシャン、ソロモン諸島方面で勝利を収めた、米海軍は1943年の夏頃には、中部太平洋への侵攻が可能となった。そのため、 1943年の初めから中部、太平洋への進行作戦を計画していたメリカ、統合戦略委員会は、米海軍と共に、中部太平洋進行作戦の準備を始めた。しかし、南太平洋最高司令官である、ダグラス・マッカーサーは、ニューギニアからフィリピンに至るカートホール作戦の実施を主張し、この計画に反対したため、米陸軍と米海軍で意見が分かれた。 しかし、最終的に、アメリカ統合参謀本部は、カートホイール作戦のみでは、日本軍に側面から脅かされると判断し、カートホイール作戦の実施とともに、中部太平洋を西、日本の方角に向か進撃することを決定し、さらに8月21日から8月24日の間には、カナダのケベックシティで、ケベック会談が行われ、 中部太平洋への進行作戦の具体案を決定した。そして、その攻撃の最初の矛先となったのは、ギルバート諸島のマキン、タラワの三艦将であった。三五章に囲まれた艦将での上陸作戦のため、LVT と呼ばれる水陸両用車が大量にかき集められたが、上陸部隊すべてに行き渡らなかったため、第四波の上陸部隊は、通常の LCVP 艇で島に近づて。 三五章の浅瀬を歩いて上陸することになった。一方、日本軍は開戦直後にギルバート諸島を攻略したが、マキンカンにわずかに守備兵を置いた他は、タラワなどには部隊を駐留させなかった。この脆弱な守備体制を見直すきっかけとなったのが、1942年、昭和17年8月17日、221名の アメリカ海兵隊が2隻の潜水艦に分譲して、マキンに奇襲上陸した事件であった。この攻撃は、日本軍の戦線を拡乱させるために行われた作戦だが、これにより帰って、日本軍にギルバート諸島の戦略的な重要性を築かせることとなった。日本海軍は、横須賀第六特別陸戦隊などを送って、1943年、 昭和18年2月15日には、ギルバート方面を担当する、第3特別根拠地帯、横須賀第6特別陸戦隊海兵を新編成し、地上防護施設や航空施設の増強を始めた。1943年、昭和18年3月12日には、佐世保第7特別陸戦隊が増強された。特にベテオ島は、地下陣地による前頭の要塞化を目指し、 陸上には鉄道レールを骨組みにした地下戦闘司令書やヤシの丸太で作られた半地下式の統治下が建設された。この半地下式統治下は直径20センチメートル以上の丸太を2メートルの幅で2段に重ね、その中間に岩や土を詰め込んだものであり、各統治下は地下号で連絡されていた。さらにすべての統治下は車線が有機的に連携しており、 資格が全くなかった。要塞化が行われたのは、陸上だけでなく、海岸にも丸太で組んだ防壁が設置され、海中にも丸太と角材を二重に縛り付けた防災が置かれた。主戦力の佐世保第七特別陸戦隊は、軽戦車なども持った海軍陸戦隊としては精鋭の部隊だった。1943年、昭和18年7月に、 ギルバートの防衛指揮官として着任した第3、特別根拠地帯司令官、柴崎刑事少将は、島の防御施設を視察して、たとえ、100万の敵をもってしても、この島を抜くことは、不可能であろうと豪語したと言われている。契約4800名、契約3万5000名、1943年11月10日、レーモンド・スプルーアンス中常式の、 マキン・タラワ侵攻部隊は、ハワイの真珠湾を出撃した。11月19日にタラワとマキンへ、同時に事前攻撃が始まり、これより3日間、タラワは、米軍の砲爆撃を受けた。11月21日午前4時、戦艦コロラドとメリーランドの火力支援の下、タラワ艦渉の外側にいた米軍の輸送船から、上陸第一波である125両の LVT、 水陸両用トラクターが発進した。州帝軍は、干渉の西側の水路から証拠への侵入を、試みたが、日本軍の西海岸の砲台が反撃し、上陸部隊は大損害を被ることとなった。これに対し、米軍は、派遣艦隊の機関である戦艦メリーランドが、艦砲射撃で反撃し、その手法で、日本軍の西海岸砲を制圧した。この時一発の砲弾が、 日本軍の弾薬庫に命中し、島を揺り動かすほどの爆発が起こった。この後、米軍は、島の砲陣地や基銃陣地に対して、再び艦載機による攻撃を加え、午前6時20分には、戦艦3隻、巡洋艦5隻が艦砲射撃を開始した。日本軍守備隊は、それぞれの陣地で配置についていたが、艦砲射撃により電話線が修理不可能となるほどの、 被害を受け、命令がうまく伝わらなくなった。そのため守備隊の各隊は、統一的な指揮を失い独立行動を取らざるを得なくなった。帰還インディアナポリスの環境から、艦砲射撃の様子を見ていた中部太平洋、艦隊参謀長のカール・ムーア大佐は、島に生きている人間がいるはずはないように思え、作戦全体が楽勝になりそうに見えたと錯覚したという。米軍は、 証拠内にも駆逐艦2隻を進出させて海岸線を砲撃した。これに対し、まだ残っていた日本軍の海岸砲が発砲し、一隻に命中弾を与えた。しかし、この命中弾は不発弾であり、駆逐艦の航行に支障はなかった。そして駆逐艦の援護を受けながら、再び米軍の第一次上陸部隊は海岸を目指した。 米軍は三個大隊の兵力を六波に分け、まず海兵隊員を乗せた第一波から第三波までは、LVT で3分間隔で発進し、その後に戦車や野砲等の重装備を積んだ第四波以降の終停軍が続いた。核波の上陸地点は、西から第一大隊は赤1区域、レッドビーチ1、第二大隊は赤2区域、レッドビーチ2、第三大隊は赤3区域、 レッドビーチ3頭開けられ、それぞれ担当する海岸の幅は約360メートルであった。上陸地点の450メートル手前にはサンゴ礁があった。そのサンゴ礁に第1波の上陸部隊が近づいた時、日本軍守備隊は砲撃を開始し米軍に甚大な被害を与えた。州帝軍に対し日本軍は海岸砲と機銃による攻撃を加え、 ほとんどの LVT 水陸療養者は海岸にたどり着く前に命中断を受けた。南を逃れた LVT は一箇所に集まってサンゴ礁を乗り越えたが海岸にたどり着いた LVT も損傷が激しく、それ以上は動けなくなった。第4波以降の上陸部隊も続々とサンゴ礁にたどり着いたが LVT ではなく上陸用集艇であったため、 三五章を乗り越えることができなかった。三五章上の水深は60センチメートルから90センチメートルしかないのだが、上陸用集艇は最低でも1.2メートルの水深がないと動くことができなかったからである。そのため、第4波以降の上陸部隊は装備を頭上に掲げ、海岸への塗装上陸を試みた。しかし、 珊瑚礁の先から海岸までの450メートルは再び深い海であり、重い装備のため海に沈むものが続出した。さらに、そこへ日本軍守備隊が海岸から機銃で攻撃を加えたため、海岸にたどり着けた者はほとんどいなかった。わずかに海岸にたどり着いた者は奥行き60メートル程度しかない砂浜の陸地側にある、 高さ1.2メートルの防壁の側に身を潜めた。すでにこの時点で上陸した、米兵約5000名のうち、その3分の1は死傷してた。上陸部隊の苦境を見た、攻撃隊指揮官の大佐は、連隊予備の前線参加を命じ、さらなる艦砲射撃と航空支援を要請した。要請に基づき、島は再び砲爆撃を受けた。この時の砲爆撃に際して、 米軍は海岸の上陸部隊から日本軍陣地を無線電話で誘導し命中精度が向上した。同じ頃、ジュリアン・スミス師団長は師団の予備兵力である海兵一個連隊の入りを決定した。一方、二度目の漢報射撃により日本軍の死傷者は急増していた。これを見た、柴崎少将は戦闘指令所を負傷者の治療所に提供し、自らは参謀や 司令部要員を連れて、外目側の防空壕に移った。しかし、その防空壕に直撃弾が命中し、柴崎少将は戦死した。司令官を失った日本軍であったが、兵たちの士気は衰えることなく、守備隊は統治下などの陣地にこもって抵抗した。これに対し米軍は火炎放射器や爆薬で対抗し、一つ一つの統治下を潰して回った。 そのためこの日の夕方までに、米軍は赤1区域の西半分の重心140メートルと赤2区域と赤3区域の境界の三橋を幅460メートル、重心260メートルにわたって確保することに成功した。米兵たちはこの日の夜、海岸に身を潜めていたが、日本軍は上陸した米軍に対して野襲を行わなかった。日本軍は、 やんに紛れて破壊された統治下に兵員を送り込んで再編成を行い海岸にある LVT を奪って米兵の背後を確保し海岸から約600メートルのところに座礁していた輸送船サイラマルの残骸に機銃を据え付け翌朝の米軍の攻撃に備えたこの日タラワ島の周辺海域では第一次ギルバート気候空戦が発生した 翌11月22日午前6時、米軍の増援部隊が海岸へ向けて進撃を開始した。これに対し、まだ健在であった日本軍の海岸砲や迫撃砲が砲撃を開始し、サイラマルからも機銃攻撃が行われた。この攻撃により、米軍は再び大損害を被った。特にサイラマルからの機銃攻撃は絶大な効果を上げていた。米軍は、 サイダマルに対し航空攻撃を行った。まず、海六回戦闘機4機が来襲し、機銃装作を開始した。しかし、サイダマルを沈黙させることはできなかった。続いて、小型爆弾を抱えた、海六回戦闘機が3機来襲した。サイダマルに対し1番機、2番機は、資金弾を与え、3番機は直撃弾を与えたが、サイダマルの機銃陣地は無傷であった。 この後もさらに、サイダマルに対する攻撃は続けられ、今度は12機の F6 回戦闘機が来襲した。12機の戦闘機は次々に爆弾を投下するものの、サイダマルに直撃弾を与えられず、ようやく一発だけ命中した。だが、それでも、サイダマルの機銃陣地は無傷であった。これを見た米軍は、公平部隊による決死隊を編成して、サイダマルに近づき、 高性能爆薬を仕掛けた。その高性能爆薬により、サイダマルは大爆発を起こし、サイダマルの日本軍の機銃陣地は沈黙した。サイダマルを制圧した後、午後3時に、米軍の一個大隊は緑区域、グリーンビーチと呼称された西海岸に上陸を開始した。この一個大隊は、後から上陸した、軽戦車中隊と共に、島の南岸沿いを進むした。 そして、この日の終わりまでに赤1区域、赤2区域、赤3区域から上陸した米軍は南海岸に達し、日本軍の兵力と東西に分断することに成功した。翌11月23日朝、米軍は最後の一個大隊を緑区域に上陸させた。これにより米軍は予定の兵力をべて投入し、戦闘も収束しつつあったので、 スミス師団長は陸上で指揮を取った。もっともこの時点でもまだ赤い地区域などで日本軍守備隊は抵抗していた。米軍の激しい攻撃により守備隊は後退していき、東地区守備隊の生き残り約350名は飛行場の東端陣地に集結しが、そこでもさらに消耗していった。分断された西地区でも守備隊が抵抗を続けていた。そして、この日の夜、 日本軍の残存守備隊、約110名は、最後の突撃を完工した。突入は3回にわたって行われ、1、2回目は2、30名、3回目の突入は50名で行われた。だが、いずれも同一地点を攻撃したため、米軍の被害は軽微だった。同じ頃、西地区守備隊、約50名も、同様に玉砕した。この戦闘により、 タラワの戦いは終結したのであった。タラワの戦いの間、米軍の来襲を知った日本軍は、救援のために以下のような作戦を行っていたが、十分な成果を上げることはできなかった。まず連合艦隊は、上陸のあった21日に、ポンペイ島にいた陸軍公主隊の派遣を決めた。軽順3隻、中、椅子ながら、駆逐艦2隻、雷、響き、 輸送船2隻からなる輸送部隊と従順4隻、鳥海、鈴屋、熊野、千熊、軽順1隻、野代、駆逐艦5隻、早場、藤波、諸月、野明、け、風からなる洋撃部隊を編成し、26日までにマーシャル諸島のクエゼリンに進出させた。しかし、タラワからの通信が22日の午前中から途絶し続けたために、 こ子隊の派遣は中止された。次に連合艦隊は、潜水艦9隻をギルバート海域に進出させ、米海軍機動部隊の攻撃及び索敵を行った。その結果、24日に百、e、1 7 5戦、田端正艦長が、巻沖で、護衛空母リスカム米、US リスカム米、区部マイナス56の撃沈に成功したが、日本軍は引き換えに E19 など、 潜水艦6隻を失った。また、マーシャル諸島のルオットから出撃した海軍航空隊による反撃も行われた。21日には、ギルバート沖の米機動部隊を目標とした、ギルバート諸島沖航空船が展開され、軽空母インディペンデンス、アセスインディペンデンス、CV、CVL-22 を大破させた。22日には、立航急機、 戦闘機39機が発進したが、天候不良のため途中で引き返した。この攻撃隊は、立攻の魚雷を爆弾に積み替えて、タラは上陸部隊の昼間攻撃に、再び発進したが、これも天候不良のため途中で引き返すこととなった。22日の夜に両トを発進した、立攻4機は深夜、タラは上空に到着した。立攻は、 米軍の上陸地点と思われる地点を2個を過ごして爆弾発発を投下し、米軍は戦死者1名と戦勝者8名を出した。しかし、米軍によれば、この爆撃は日本軍陣地にも着弾してしまい、日本軍にも被害が出たと思われるが、詳細は不明である。戦闘の結果、パラワ島を守備した日本軍は文字通り全滅した。捕虜となって生き残ったものは負傷して、 意識不明の状態で捕らえられたものなどごく一部だけであった。河津美幸英は日本側の死亡率が著しく高い理由を米軍が負傷したりして無抵抗の日本兵、軍属までも皆殺しにしたためであると推定している。また、日本兵の中には捕虜になることを避けるため自決する者もいた。一方、米軍の人的損害も極めて大きなもので。 恐怖のタラワ・マキンと呼ばれるほどであった。このことはアメリカ本国でも報道され、海軍や海兵隊は指揮に問題があったのではないか批判を浴びた。また、記録映画を公開したところ、米軍の重傷者や遺体の映像によって一時的に死願兵の応募率が低下したという騒動が起きた。本島の戦い及びマキンの戦いでの苦戦は、米軍が 水陸両用作戦の改良に力を入れるきっかけとなり、その経験は翌年のクエゼリンの戦いで生かされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。